ロッティの朗読ギターヒロインシーズン2。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ロッティ、今日はちょっとどういう、はい、あのスケジュールですか？今日はあのヤングギターの撮影で、その前にちょっとあのいつもお世話になってる宮脇先生のギターレッスンを受けに行きます。じゃあ今日はちょっといろいろとあのその一日を取材させてもらいますので、あ、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速レッスンの方に行きましょう。行きましょう。はい、いやでもなんかもちろん不安もありますけど、なんかこれからどうなっていくんやろっていう、なんか楽しみの方がでかいかもしれないです。新しいなんか生活が始まる、自分らしい自分に合ったことをどんどんしていきたいんですけど、歌、ギター、ダンス、見た目、服装とかヘアメイクとかももっと自分らしい、感じに変えていけたらなって。今日はちょっと持久力っていうかね、はい、早弾きを練習するためのなんかこう基礎練みたいなのをちょっとやってみたいと思いますね。はい、はい、4弦の5と7を押さえてください。あ、そうですね。で、人差し指は、上の5弦にちょっと触れるぐらいに位置づけて寝かせるようにね、アドリブを弾いてもらおうかなと思います。いいですか？でした。ありがとうございました。そしたらアドリブと、あと F メジャー7と C メジャー7もちょっと弾いてなんかやってみてください。はい、お疲れでした。お疲れ様でした。どうも。よいしょ。宮脇先生はすごい優しいんですけど、あのずっと同じフレーズとかを休憩なしでずっと弾き続けるみたいなことをするので、結構優しいのか厳しいのかわからないっていう、でもすごいなんか楽しいです。なんかまだその人前でなんか弾いたり弾き語りしたりをそんななんかやってないから、あの乃木団として乃木坂の時にそうやったけど、まだ一人でとかはないから、またなんか自信が持てない、なんか自分がどのレベルまでできるかも全然なんか、把握でき、なんか分かんなくていまいちだから、もっと早く自信持てるぐらいまでのレベルになりたい。でもなんかその昔からこうノートには書いてるんですよ。全体的になんだろうな、すごい なんか勇気をもらうとか背中を押してあげる系の曲が詩が多いかもしれない。なんかポジティブになれるような人の心を救うよう なんか、自分がそういう曲好きだからかも、はい、楽しいです。なんか、やっぱ自分の一番伝えたいことをもう歌にできるっていうのがすごい楽しいです。今のところは詩を書いてからです。詩を書いてメロディーを後からつける感じです。一日座ってても何も浮かばない時もあるし、
朝起きてハッってなって浮かぶ時もあります。今作ってる曲は東京に来て上京して、まあ、7年経つんですけど、その時のこう苦しかった辛かった思いを書いた歌です。だからジーンときます。いやでもやっぱりそのアーティストになるっていう面でライブとかするのがやっぱ夢なんで、およそ1キロ先渋滞があります。ライブハウスとかでそのファンの人の前で披露したりですね。緊張します。絶対もっと いろんなとこ行っていろんな人と話していろいろ経験したい。暖かかった。あ、今日は暖かった。天気良かったですね。じゃあ、はい、お願いします。ちょっと準備もうちょっとかかるからちょっとだけ、はい、待ってください。はい、もしちょっとテスト、ね、結構、そうね、このぐらいもう一個前で、うん、これでテスト出してください。 OK、 じゃあテストです。はい、うん、これくらいの感じで最初いくね。よし、じゃあちょっとこのままいっちゃいましょう。はい、うん、はい、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、あ、ごめん、変な水、せーの。うん、いいね、かっこいい。うん、うん、やっぱりその一人で立つっていうのがやっぱりすごく大きくて、今までは周りに30人20人っていう仲間がおって支えてもらえる人もおったけど、一人やからもう自分の力でどうにかするしかないし、なんだろう、逆にこの距離感っていうのが、なんだろう、もう目の前にしてこう反応とか表情が見えるから、もしライブここでできるってなったらすごい緊張するなと思います。実際ここに来てみて、なんかそのここに来て分かった雰囲気とかもあるので、うん、今までその乃木坂の時にあんまり気持ちを伝えられなかったことを歌詞にして、すごい心に響く歌とかここで歌いたいなとか思います。はい、うん、でもやっぱりいい曲を届けるのが一番だと思うから、そうだな、いい歌を歌えるように、まあ頑張っているいっぱい練習して、とにかく今自分にできることを必死にやるだけかなと思います。こんにちは、川村真宏です。私のことを知ってる人も今たくさん見てくださってると思うんですけど、初めて見てくださる人もいると思いますので、なんだろう、自分はやっぱり昔から、歌ったり、いい歌をたくさんの人に届けて、たくさんの人の力になることが夢なので、これから、なんか新しい川村真宏を応援してくださると、見てくださると嬉しいです。なんだろう、これからどうなるか分かんないし、ね、今まで以上に険しい道が待ってるかもしれないけど、絶対乗り越えられると思ってるし、ファンの皆さんも、こうしていつも応援してくださるから、最後まで頑張れると思います。
これからもよろしくお願いします。応援よろしくお願いします。目つぶっててもいいから、そうそうそう、もっと右向いて、そうそうそう、あ、そうそうそう。